それにあの俳句自体もね、うん、よくて、それで団長というところに入ったんですよ。当時その団長に参加されている方が青森高校の先生だったそうですね。だからあの幸いなことにね、その団長に、同じ学校のね、いわゆる直接その授業を受けるわけでないんですけども、書道家の宮川清雄という方、それからあの絵を教えている、絵画を教えているね、佐藤正夫という先生がおりまして、その先生2人がたまたまその団長の通りだったわけです。それでまあ一度その先生のところに行って、まあいろんな話をしようということで、その昔はその何て言いますか、その昔というより、そのそういった先生方はみんな教官室を持っていましてね、そこの教官室に行ったらたまたま宮川清雄先生がいましてね、いや実はこういうわけで、うん、という話をして、ああそれじゃあいつでも来いよと言われて、そしてたまたまちょっとこう何て言いますか、その書棚を見たらね、いやいや今まで見たことない俳句の雑誌、天狼だとか万緑、あの短雷だとかねありましてね、それを見た時の印象、いわゆる非常に、ああこんなに能が俳句で作れるんだなというふうなね印象を持ったんですよ。それでもう暇さえあればもう宮川清雄先生のところに行ってね、うん、もうすっかり仲良くなりましてね、うん、もういなくてもいいから自由に入って本読みたいんだったら読んでいいよって、もうしょっちゅう行って、うん、寺山も行ったし、和橋も行ったし、どっちが数行ったかそれは分かりませんけどもね、うん、まあ、それだけ俳句に打ち込むようになって、でさらには学校に、そういう同じ同人誌に参加をしている先生もいらっしゃって、もうまさに俳句をこう、まあ、寺山さんが教部さんが磨くという場としてはまさに素晴らしい場だったわけですね。だから非常にいい環境に恵まれたと、そういうことが言えるだろうと思うんですね。どのくらいのペースで俳句を作っていたんですか。あ、分かりませんね。とにかくできるときはすごい数作ったですからね、まあ、すごい数だって、あの1日に、まあ、東洋は作っただろうと思うんですよ。そしてそれをまとめてね、その宮川先生のとこに見てもらいに行くんですよ。後でまあ聞いた話ですけども、宮川先生はまた俳句持ってきたかって思う、うん、だけどもその時は何にもそういった嫌な顔ね一つしないで、あとは見てやるからとかって、うん、とにかく1週間には2人が必ず50ぐらいずつ持っていくわけですから、少なくとも少ない時でも30句ぐらいはね持っていくですから、両方合わせたら60あるいは100ぐらいになるから、見える方も大変でしょうねだったと思います、はい、そしてそれをいいと認められたのを山頂に出してたわけです、はい。どんどん言葉も磨かれていったんじゃないですか。自分でもそれは実感されませんでした。あるいは寺山さんもそうしたことをお話しされていませんでしたか。わかりますね。それはいろいろ寺山はまあその例えばあの証言についてもね、例えばあの五五七五ですけども一番最後をル止めにするとか、うん、だいたい明治止めとかでめったにないですけども、ル止め転がるとか、うん、そういったね、ル止めというのはそういう意味です、うん、そういったことを盛んにこう繰り返したというかね、それはやっぱりその天狼なり寒雷なりの雑誌を見てのあれなんですよ。その悟り方と言いますか、うん、ああこういうふうな表現方法があるんだと、うん、お互いが作った俳句を見せ合うということもやはりあったんですか。あ、それはありました。その先生に見せる前にね、いわゆる作ったのを、うん、やっぱり自信作ですね、自分ではさ、それを大体30、多い時は50
中まで行ったかね、うん、今日の何時に、うん、どこどこで、うん、ということで、よくあの住み橋に蕎麦屋があったんだけどもね、蕎麦屋食いながら、うん、店やったりして、もう金ない時には街灯の道路の街灯の下でこうお互いに、うん、それでお互いに気に入ったのにこう 丸をしたり、二重丸を、特に気に入ったのは二重丸したりしてね、こう返し合うんだけども、もう寺山は自分のその自信作にね、何にも丸ついてないと、なんで悪いんだということでね、食ってかかったのです、うん、そしていや、自分はこれはこう思ったから取らないんだということでね、うん、納得させるの大変だったけどね、うん、それは、まあ、青森、まあ、夏もあれば寒い冬もありますし、そうそう、もう寒い時はもう雪降ってる街灯の下ですよ、うん、極端に言うと古いながらでもこう、うん、だから思い出しますね、ああいう風なエネルギー一緒だったんだね、お互いにね、うん、まあ、そういったことの他にね、いわゆるその、うん、俳句をやって1年生2年生とこうなるうちに仲間も増えてきましてね、青森県高校生の俳句大会をやるようになったけど、やっぱりあの俳句をやる人、高校生の人もね、結構弘前黒石八戸なんかにおったわけですよね。だからそういうふうにもう何て言いますか、いや、活気といえばちょっと大げさだけども、そういった人を今度もう寺山のアイデアですよ、一堂に集めて結果高校生俳句大会をやろうということで、うん、2年生多分高校生の2年生の時からそれやったんじゃないかなと思うね、うん、まあ人数はそんなに20人程度よりは集まなかったですけどもね、うん、それでも2年3年とということで、あの毎年やっておったわけですよね、うん、そして、京武さんと寺山さんは高校3年生の時に、まあ、なんと全国の高校生による俳句を集めた冊子、牧羊神、牧羊人とも言うそうですが、その冊子を創刊しました。その時のことを少し教えていただけますか。そのきっかけになったというのはですね、その、うん、団長に俳句を出していると同時に、その受験雑誌であるその建設時代とかね、これオープンシェアだったろうと思います。それからちょっと忘れしたけども、その他にも雑誌あったわけですけども、そこにその投稿しておったと。そしてやっぱり当時はもうやっぱりあちこちの県でも俳句を、高校生で俳句をやる人が多かったと見て、随分それに出しておったと。そして大体その出してる顔ぶれが大体毎月同じような人が載ってるとということで、まあ寺山はそういうことを見て考えたんでしょうね、これ一つ全国の俳句雑誌を出そう、出したらいいんじゃないかなということで、そして全国の重大俳句研究室ということに目を打ってね、いわゆるその建設時代に出している他校の他県のそういった高校生にその参加しませんか、こういうのを出すから参加しませんかと、ということでその呼びかけて、25人から30人ぐらいかな集まって、それで作ったのが牧羊神のその第一号なんですよね。その前にですね、あのちょっと私も記憶があれですけども、その前にその建設時代にたくさんのそういった人が、高校生がね、他県の高校生が出してるもんだから、一つ全国の俳句大会ね、あの市場でもいいから、市場俳句大会ですね、それをやろうということで呼びかけて、全国俳句コンクールと称してやったというふうなの経緯がございます。そしてたまたま私が第一になったとということだったんですよ。それもまた彼氏をいらく刺激したと、うん、
ライバル意識を進撃したということになるんですよね。ああ、全国の高校生が寄せた俳句の中で京子さんが1位、そして寺山さんは、まあ、2位だったと思います、うん、そうですか、それでは京子さんが好きな寺山修司さんの俳句、あるいは印象に残っている俳句をいくつか教えていただこうと思うんですけれども、詩人に死して舞台は閉じぬ冬の花という俳句なんですよね。そしてね、これは寺山が亡くなった時にね、東日報にちょっと寺山のことを書いてくれとということで書いたことあるんですけども、地元紙ですね、地元紙です。そして最後にその寺山が亡くなって思い出す俳句は詩人に死して舞台は閉じぬ冬の花とということを書いた記憶があるんですよ、なぜその寺山が亡くなった時にこの俳句を思い出したかなというのは、やっぱり詩人に死して、わし寺山は詩人だろうと思う。なるほど、寺山はもう生前にこういった自分のことをね、だったなとということをつくづくその時に思い起こしたんですよ。それで一番最初に出てきたのがこの俳句だったんですよね、そして高校時代にも離れて暮らしていたお母さんのことをだいぶ句で読んでいるんですよね。いくつか読んでいただいていいですか。お母さんの句は素晴らしいものばっかりだと思いますね。母くるぶし鉄路に住みで咲くまでには、これは母親と離れてるわけだね。その母親が来るだろうと、鉄路にすみれなんか咲くわけじゃないですけども、そういった思いがね、非常にその母と自分とのそのつながりね、そういったのを生かしているというふうな感じ。それから新倉木アジサイ母に踏みかかん、手紙を書こうとする新倉木ね、アジサイがパッと上がるといいんでしょうけども、新倉木なお新倉木、ああお母さんどうしてるんだろうなというふうな、そういった思いね、お母さんに手紙出さないとダメだという、あるいはお母さん心配してるんじゃないかなと、自分は元気だとかね、そういった思いというのも非常にうまく表されている俳句だなと思います。当時寺山さんのお母さんは九州で働いていて、自分は青森で住んで高校時代を送っていると、そういう意味ではこうお母さんのことを思い出すことが多い中で、こうした俳句も生まれていったということだろうと思うんですけども、こうした俳句をどんどん二人で作っていく中でですね、改めてこう送った青春時代というのをどのようにこう感じていますか。非常に貴重な青春時代だと思いますね。寺山はどん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 なんて言いますか、前に出るようなタイプね、そして私はその寺山がちょっと出過ぎたらちょっとストップさせるような、そういったブレーキ役もちょっとあったんでないかと思うんですよね、だから一方が出て一方がこうそれを 見守ってるって言えば少し大げさな言い方になるだろうと思うけども、そういったのがあって初めて、よかっただろうと思うんですよね。寺山修司さんの親友でありライバルでもあった京武久義さんのインタビューでした。ここで一曲音楽をお聴きいただきます。寺山修司さん作詞の歌です。戦争は知らない、歌は本田律子さんです。野に咲く